ドロー。どうもレンマルです。このチャンネルは桜坂日向坂ユニゾンやメインで動画投稿しておりますので、チャンネル登録まだしてない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは12月2から5のレンマルの様子見ていきましょう。はい、ということで、レンマルね、福岡に31枚の生写真を持ってきました。こちらをね、毎日1枚ずつ引いて、今日の推し生写真みたいな感じで、この生写真と一緒に仕事頑張ったりだとか、まあ旅を楽しんだりするという企画でございます。我ながらめちゃめちゃ楽しい企画かもしれないですはい、ということで、1枚にシャッフルしていきたいなと思います。それでは福岡出張初めての、推し面ドローします。ドロー。おー、レイマルは思ったよりも寂しくないみーちゃんを召喚しますこの企画めちゃめちゃ楽しくない？ということで、こちらの2本ですね、福岡に上陸とルームツアー2本を、予約できたので、とりあえずミッション完成ですね。ちょっとね、もうこんな時間なので、早速散策に出かけたいなと思います。あ、本日12月2日もお休みいただいております。明日からね、仕事ですね。朝から動画投稿と予約を完了して今から出かけるって感じです。で、福岡来るのが 2,3 回目やから、もうそこら中にあるお店全部美味しく見えるんよ。で、毎回その美味しいご飯を食べてたらマジで金なくなるなーって思って、あの、今からね、美味しいお店食べに行くんですけどあ、こちら福岡のパルコですね。今ですね、天ぷら平尾に向かっております。こちらリスナーに教えていただいた天ぷらのお店平尾っていうところですね。あの、食券購入して、あの、カウンターしかなかったんですよ、僕の行ったお店は。で、カウンターに座って、あの、天ぷらがこう一気になんか5種類6種類バーンって出てくるんじゃなくて、こう順番に出てくる感じだから、例えば最初お肉、次エビ、次イカみたいな感じでこう順番に出てくる式なので、あの、天ぷらがまず冷めないっていうのと、まあ、お味噌汁も美味しかったんですけど、あ、今かぼちゃ食べたね。こんな感じでもう順番に出てくるので、1個天ぷら食べて1個出てくるみたいな感じで、で、白米がね、もう徐々になくなっていって、最後の方白米足らんみたいな現象になるんですけど、本当に美味しかった。で、こんな感じで、あの、ポーズ店前で撮って楽しんでいるっていう様子ですねめちゃめちゃ美味しかったです。ちょっとね、カウンター席しかなかったので、あの、アウトカメ、天ぷらが来る様子とかはなかなか撮影しづらかったんですけど、いかがだったでしょうか。いや、めちゃめちゃ美味しかったね。で、今から桜坂駅っていうのが福岡にあるらしいので、そこまで電車で桜坂駅までちょっと行ってみたいなと思います。ということで、桜坂駅に今から向かうって感じですね。めちゃめちゃ可愛くない？この駅名とロゴ、本当に。しかも今日のお品間写真がみーちゃんっていう感じで、マジでぴったり。で、まあこんな感じで、まあ自撮りとかして記念写真撮ってるって感じですね。めちゃめちゃ可愛いよね、やっぱり。で、撮った写真がこちらです。次に向かうのが豚ステーキトイチっていうお店です。で、このお店が、あの、メニューがなくて、もう入ったら、お店に入ったらそのメニューが出てくるみたいなお店で、すごい気になってたので、ここはレイマルが自分で調べていきました。で、お店に入ったら、サラダと水が、渡されて、こういう食べ方がありますよっていうね、チラシを見ながらちょっと待機してたら、お肉が届くっていう。やばくない？これで1000円よ。これで1000円。もうめちゃくちゃ美味しかったし、あの、わさび大根おろしとかと一緒に食べたりとか、特製の醤油ダレで食べたりとかして、本当に美味しかった。しかも本当にこれで1000円ってもうやばいと思う。で、メニューもないから、もう入ったら何も、もう無言でこれが出てくるっていう感じで、もうごちそうさまでした。皆さん、ここ行ってみてください。で、記念写真とか撮ったりねめっちゃ美味しかったです。肉まんさ、買ってんけどさ、あの、九州って肉まん買ったら酢醤油ついてくんの？関西やったらからしやんな。なんか、酢醤油つけますかって言われて、酢醤油って言って、あはーいって言って酢醤油つけてもらってんけど、関西はからしつけますかって聞かれんねんけど、どうなんでしょう？知ってる人コメントくださいそして19時からモンちゃんの服のブランドムールの配信があったので、それを見てました明日から仕事や。やばい、現実逃避したくなってきたコンビニ行くか。買いました。ああ、それが仕事だ。醤油はずっと
シュークリームですね。今日一日みーちゃんありがとうございました。明日一日も頑張りましょう。ということで今日はねこの辺でカメラ閉じたいなと思います。12月2日のレイマルの様子でした。次へレッツゴー。おはようございます。12月の3日金曜日でございます。昨日はねこのみーちゃんだったんですけど、本日の生写真決めたいなと思います。ドロー。おーみぶちゃんでございます。今日も一日行ってきます。仕事終わりました。お疲れ様でした。で今日の晩御飯はコンビニ飯ですね。いやー本当にね金なくなるよ、美味しいもんばっか食べてたら。でこんな感じでチン回しております。焼き飯とラーメン、やっぱこれでも最高なんですけどね。うん。で食べながらと、本当に今日も仕事、まあ緊張したね。初日福岡マジで緊張しました。で夜ちょっとね、まあ、動画編集しながらみたいな感じでしております。さてもうそろそろ寝ようかなっていう感じで、おやすみなさいと思ったらこっから洗濯物回すんですよね。いや洗濯物溜めすぎるとねちょっとだるいので、ハンガーもねそんなになくてもう干せる分しかないので、もうハンガーある分で徐々にね洗濯機回さないといけないなっていう感じで、夜中深夜にね洗濯物回して3時4分ですね。12月3日お疲れ様でした。バイバイ。12月4日土曜日おはようございます。昨日はねこちらのニブちゃんおしめやってんけど、今日もシャッフルしていきたいなと思います。よしこれに決めた。12月4日の生写真ドロー。ティン、おートッシャンでございます。ということで本日も一日頑張りましょう。行ってきます。はい、仕事終わりました。でこちらがね博多駅の様子なんですけど、すごいよね。イルミネーションがめちゃめちゃ綺麗で、しかもねめちゃめちゃ人おるの。まあ土曜日やからっていうのもあるけど、めちゃめちゃ人が多くて、めっちゃこんな感じでクリスマスツリーもあったりとかで、なんかフェスみたいな感じ。本当になんか大阪知ってる人はわかると思うけど、大阪駅とか新大阪駅っていうよりかはなんか難波寄りに近いような人通りでしたね。なんかめっちゃ賑やかです博多駅。賑やかな博多駅横目に今日もコンビニ飯でございます。カレーとお酒とおつまみを買って帰宅するって感じですね。まあ、ちょっと節約っていう感じですねはい、おはようございます。12月5日日曜日ですね。昨日はトシちゃんだったんですけど、今日は誰に言いますかね。じゃあドロー。ジャンヌダルク衣装のほのちゃんですね。今日も一日頑張っていきましょう。12月5日の仕事終わりました。今日はちょっと遅めだったね。でちょっと今日はあんまりお腹空いてなかったので、軽くお酒とおつまみを買ってって感じですね。マジで疲れたよ本当。やばい、部屋来たね。まあ、購入したものはほろ酔いと、おつまみのクリームたい焼きですね。もう本当にね、コンビニとかで売ってるスイーツコーナーのたい焼きめちゃめちゃ好きなんですよね。あ、12月5日お疲れ様でした。ほろ酔い乾杯ということで。これこれこれ。もう超美味しい。めちゃめちゃ大好き。ということで、福岡出張 Vlog シャープ2はこれにて終了でございます。いかがだったでしょうか。本当に仕事ある日何もしてない。今週はね、いよいよ桜坂のアニラがあります。レイマル9日参戦しますので、そちらのね、Vlog も楽しみにしておいてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。